はい、ということで皆さんこんにちは、そうかしゅうでございます。本日はですね、久々にね、天気のいい今日、横浜ぶらり旅をやろうかなという感じに思ってですね、本日はですね、とあるリリースも重なってるということもありますので、あのお店にね、行きながら今日はお届けしていきたいなというふうに思っております。それにしてもまあいい天気で最高ですな。横浜のね、ぶらりは久々だと思いますので、張り切ってね、行きたいと思うんですけれども、今日もね、いいアイテム出会えたらなというふうに思っております。それでは早速ですが、横浜ぶらり旅スタートしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。ヒビゴさあ、ということで本日の、目的地ですね、久々に動画の登場になりますけれども、ラファエット横浜店に来ております。今日はですね、あんなものやいろんなものがリリースということで、ちょっと見ていきましょう。さあ、ということで今日はいろんなリリースがありますけれども、まあ目玉はこちらじゃないですか。ラファエットのこの花柄のね、今回はバラではなくストレリチアというですね、花の種類のちょっと鳥っぽいようなですね、T シャツ、これかなりね、厚手なんですけども、これはマスト、このね、クリームちょっと薄ピンク、そしてグリーン、ブラック、ホワイトと、これはもうザ・ラファエットって感じですね。いやー、これ色悩む人多いんじゃないですかね。僕の推しはこの薄ピンクかクリーム、これ非常におすすめ。さあ、そして今日はですね、ニューエラも2型、リリースということで、まあ、前回のね、動画とかでもお届けしているので、ご存知の方多いと思いますけど、今日ね、なんと朝並びも発生するぐらい大人気のニューエラの別注カラーとなりまして、夜のね、オンラインもあるんで、ちょっとどうなるか分かんないですけど、もうこの動画ね、公開されてる頃には分かってると思いますけれども、毎回ね、本当大好評でありがたい限りでございます。結構ね、いろいろ新作が入っててですね、この T シャツコレクションも相当いいですよ。このドルのね、ここがラファイエットになってるですね、この T シャツも超イケてるし、バケーションシリーズですね、これトリニダードトバゴですね、でカレッジっぽいようなですね、レフ IT で NYU ですね、まあ、ちょっとシラキュースっぽいような、ね、カラーでございますけれども、このシンプルなカレッジ感僕大好きです。そしてこっちはね、メッシュのショーツですけど、これぐらいねギラギラしたのもちょっと一着欲しいよな、いいよな、かっこいい。これはね、一応セットアップでノースリーブのですね、メッシュのトップスと一緒にセットで売られてますね。これかっこいいな。で、ここら辺の赤プルコもね、これエロ T ですね。赤プルコの T はね、ほんと夏マジで欲しくなるコレクションばっかりなんで、非常におすすめですね。ほんでこれは、先週かな、リリースされた、こちらもね、ラファエットの別注のですね、キャップなんですけれども、このサイドパッチはね、日本初っぽいですよ。サブウェイシリーズのこの改札になってるようなですね、ヤンキースとメッツのパッチでございますけれども、ちょっと欲しいかな、ヤンキーズ、もうメッツとかいいかもな。はい、こんな感じですけど、このサイドパッチはね、超絶効いてて、かっこいいな、これいいな。このメッツちょっと行こうかな。他にもね、このワールドシリーズの、これ2000年ワールドシリーズ、1999年の、サイドパッチ、あとこの1958年のね、クラシックなサイドパッチもかっこいいですね、これね。はい、朝岡おすすめのね、キューバシャツなんかもありますね、いっぱいね。このシンプルなポロシャツもかっこいいな。あとはこのね、マウンテン系のアウトドアギア、これね、シリーズかっこいいんですよね。こう ACG シリーズを彷彿させるような、このアースカラーのやつとかもかっこいいよな。このアウトギアシリーズね、僕はね、かなりおすすめですね。このスクールバスシリーズの T シャツもめちゃくちゃ可愛いですね。ちゃんとスクール LFYT になってて、ナンバープレートもラファエットになってるんですよ。でラファエットのボックスですね。さあ、ということで今日はオールスターということで、イエーイもう終わりだ、終わりやえてんだよ。いや、今日はすごかったですね、朝。いや、びっくりしちゃってね、あっという間だもんね。いや、すごかったですね。今回もアキラさんのこのデトロイトタイガースしかり、はい、当日こうやって店舗に、で結構原宿とか高崎とかも列ができたということで、はい、本当にありがとうございます。いや、今日はそれに加えてラファエットもね、目玉リリースもあり、いや、そうなんですよ、鳥
トリリチアを配したね、はいはい、刺繍のあのロゴ T、また新しい感じのが出てますから。なんで皆さん、ナイスもね、サイズもかけちゃってますね、うん、また配色が絶妙なんで、そうですね、まあなんかああいうことやっていきます、LFIT は、ちょっとね、いろいろ仕掛けながら、はい、僕も頑張りますので、引き続き引き続き、はい、ありがとうございます、また遊びに行きます、はい、ありがとうございます。さ、ということでですね、ちょっとあの日は変わりまして別日なんですけれども、先ほどねラファエットで、買ったですねアイテムは、家帰って紹介したいなと思うんですけれども、まあ、横浜の Vlog だったらこのお店も欠かせないということで、結構久しぶりの登場になりますが、このお店にも行きたいと思います。それがこちら、はい、写真が撮ったニューヨークですね。結構物も買ってそうなんで行ってみましょう。さあ、ということで久しぶりのソータですが、スニーカーも結構買ってますよ。これは前もあったかな、キスのフォースなんですね。あとね、結構ねニューバランス系がねだいぶ充実してて、991、これ普通のインラインだったと思うんですけれども、日本も展開あったんじゃないかな、ちょっと確かなこと忘れちゃいましたけど、このネイビーの2002とかはちょっと僕は存じ上げないな。かっこいいですねこれね。で、これはこの間発売された574、ちょっとあれですね、キスとクラークスのコラボのエースストリートとちょっと似てるようなシルエットですけど、これまたごつくて面白いですね。履き心地どうなんだろう。で、これカサブランカの327で、この間ね僕がピンク色に染めた992のホワイトもありますね。はい、28.5 があるそうです。あとはこのね993のこのネイビーもかっこいいな。993はグレーもネイビーも欲しいですね。いいですね、いい色ですねやっぱりね。で、これがびっくりですね、この間僕がストック X で買ったエミリオンドールとのコラボの550、このカラーもあるし、これはね日本未展開だったんですけど、このグリーンもあるんですよ。この色超いいよな、めちゃくちゃかっこいい。ズラララララとバンズもあって、ここですね、スリアエメとティンバのコラボの、これもありますね。結構変わってますね。さあ、そしてニューエラ系も結構いろいろありますよ。最近こういうねクラシックな仕上がりの別注に僕は結構トレンドが戻ってきてますね。クラシックな方がいつでも被れるんでね、このパッチもかっこいいですね。ちょっと夏らしい色物とか、やっぱでもこのあれですね、ブラウンにツバラピンクはもうこれ鉄板にかっこいいですね。秋ぐらいに出したいな。ラファエット別荘のね朝岡提案からも続々と今年は出てくと思うので、その勉強も含めてですね、いろいろキャップ見るの楽しいですね。あとはね、個人的に扱ったのはここら辺だな。スターターとかのいわゆる、メッシュのベースボールシャツとか、結構ねそういったものがですね、いろんな色あるのよね。ここはメッツですけども、ヤンキースのこのコテコテなね、この感じね、結構昔っぽいですねこれね。で、まあリアルなこのパフォーマンスっぽいような、これマジェスティックですね。あとはこれちょっといなたくてかっこいいですね、紺色のこのアーチロゴ渋いっすね。あとこのね茶色のねベースボールシャツね、これメッシュなんですけど、これ結構イケてますよね。これすごい、ちょっと着てみようかな。ちょっとキャップの色が今日ドギツイになるんですけど、いいですね、ショッキングピンクとも合いますね。この感じすげえいいな。茶色のベースボールシャツって見たことないな、ほぼほぼ。かっこいいこれ。これもかっこいいですね、ナイキですけど、これグリーンのベースボールシャツ、これも100周年のサイドパッチが袖についた、これマジェスティックですね。ちょっと半袖の上に羽織るのにこの季節ちょうどいいですね。あー、このターコイズブルーみたいなヤンケースのベースボールシャツいいな。ベースボールシャツちょっと欲しいな。あ、このチャコールっぽいのもかっこいいですね。いいな、ベースボールシャツだいぶ充実してますね。いいな、このコンも欲しいし、ちょっと迷おうかな。結構物が変わってますね、前来たより。で、ここら辺はキスとかもあったりしますね。これニックスコラボ、これヤンキーと、僕パンツ持ってますけどね。いかちいなこれ。これでヤンキース好きじゃなかったらおかしいっていうぐらいの、これすごいですね、ド派で。ただちょっと行動力が問われるようなドリツイ一着でもかっこいいね。これファンからしたらたまらんないですか。フルーツボディの DMX あるんですね。わー、これすごいじゃん。なくなっちゃったら信じられないね本当に。エッセンシャルとかもありますね。
このナイキのニューヨークとかかっこいいですね。ラルフのシャツとかも結構いろんな色あって、あ、この色なんか超いいですね。これ LL ビンか、クリーム UNC カラーですね。これいいね。ここら辺はエメのロープロとかヒスのモロッカンスタイルのやつ初めて見たな。綺麗ですね、めちゃくちゃ。あ、これ全部キスだ。東京の店舗ねえのかな。いろんな色が、あれ店舗限定で出てたっすけど、これレディー世代、これ持ってますね。そう、この色がね、欲しいのよね。これケツにね、キスアンドキン、これいいな。緑もいいけどね。海のね、メッツのやつもかっこいいんですよね。これはステーシーの着ないといいですね。ピンクのスナップバック、スナップバックの別注カラーとかも出してみたいな。ヴィンテージのキャップもね、ソーターがいっぱいあるんで面白いですよね。で、階段にはダンクちゃんが並んでますね。さあ、ということで久々の横浜ぶらり旅いかがでしたでしょうか。すいません、今回はちょっとね、飯テロが、入れられなかったんですけれども、まあ、横浜といえばのラファエット横浜とソータニューヨークということですね、2店舗回らせていただきました。やっぱりね、久々に行くと、まあソータなんか特にあの品揃えがですね、非常に変わっていて面白いなっていうふうに思いましたし、セレクトショップはね、そうやって毎回行くたびにね、こう品物が変わるというのも非常に面白いななんていうふうに思いながらですね、楽しませていただいたんですが、そんな今回の動画ですね、購入した商品紹介していきたいなと思うんですが、まず一つ目がこちら、はい、どんということで、こちらのラファイエット別注のです、こちらメッツのニューエラ5950でございますね。まあこちらはこのね、サイドパッチがですね、まあ、サブウェイシリーズの、ね、パッチなんですが、このね、ニューヨークのね、地下鉄の改札がですね、モチーフになったパッチということで、これはですね、おそらく日本であまり見たことがないので初なんじゃないかなと思うんですが、まあ、ヤンキースはね、てかまあほぼほぼ僕持ってるキャップヤンキースなんですけれども、まあ今回は同じニューヨークのメッツをですね、ちょっと買ってみようかなということでですね、購入いたしました。つば折らないグレーということで、非常にクラシックな仕上がりなんですけれども、このサイドパッチで買っちゃいますね。あの CD とかレコードのジャケ買いみたいな感じでですね、このパッチ買いをですね、ニューエラはやっちゃうというところがですね、同じようなカラーリングで持っていてもやっちゃうところだと思うんですけれども、今年はね、ニューエラもヤンキース以外のチームでどんどん買っていこうかなというふうに思っておりますので、またね、気になるものがあったら買いたいと思っております。さあ、そしてお次がこちら、はい、どーんということで、こちらのラファイエットのですね、こちら棚をモチーフにしたロゴ T でございますね。いつもの T シャツよりも全然生地が分厚くてですね、非常に着心地もいいボディのですね、一着なんですが、いつもだとね、あの冬にバラのですね、フーディーも去年出ておりましたけれども、それにまつわるちょっと夏っぽいようなですね、この花が非常に映えたですね、美しい一着なんですが、僕はですね、ナチュラルカラーを選択しました。色合いもね、非常に淡くて夏らしいようなですね、印象の一着でございますので、本当は全色欲しいからですね、気に入ってますが、今年はこちらのね、ナチュラルカラーをバンバン着ていこうかなというふうに思っております。僕でね、 XL 着てます。ちょっとね、身幅がめちゃくちゃでかいというよりかは、あのボックスではあるんですけれども、少しね、幅が、まあ、狭めというほどでもないんですけれども、 XL でね、ちょうどいいかなというようなですね、シルエットでございましたので、参考にしてみてください。で、ソータのね、あのベースボールシャツ、もうちょっと悩もうかなということでですね、今回非常に充実してたので、またね、近日中に見に行きながら、その時もね、Vlog 撮ろうかなというふうに思っておりますね。楽しみにしててください。さあ、そしてラファエット別注カラーのですね、浅岡提案のニューエラもですね、店舗も非常にご好評いただきまして、オンラインもですね、大変ありがたいことにですね、まあ、ほぼほぼ速乾という形でですね、ご好評いただきまして、嬉しい反面ね、ちょっとね、手に入れられなかったよという方もいらっしゃいましたので、まあ、数に関してはね、前回より全然多かったみたいなんですけれども、まあ、このチャンネルね、見てくださってる方がニューエラ熱もかなり高まってるということでですね、まだまだね、今年いろいろ僕もカラー提案させていただきながらですね、ニューエラの5950ラファエットから出ますので、引き続きね、楽しみにしていただければなというふうに思っております。それでは今回も、キーワードを隠しておきましたけども、お分かりになりましたでしょうか。今回もですね、コメント欄の方にキーワードを記入していただいてですね、高評価、そしてチャンネル登録していただいた中から抽選でステッカープレゼントということでやっておりますので、ぜひ今日もですね、ご参加いただければなというふうに思っております。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方は、ぜひぜひ高評価、グッドボタン、そしてですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではいよいよ明日、こちらのタワーボックスの、詳細動画が出ます。発売はですね、今週の金曜日になっておりますので、ぜひ、気になる方チェックしていただければなというふうに思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next movie! じゃねー。 What if I'm just concealingThat I'm waiting for a star to fall. Won't you do me a favor?
dream, yeah baby. All this time I'm looking. おいでよ。